自信と誇りと確信と持つっていうことがまず大事だけど、それもどうと思ったら、そんだけのやっぱりここに自信のある人やと持てないですよね。そうですね、やっぱりあの、うん、やってもやってもダメだとそれはできませんね。だからある程度できると、そこにこう今先生おっしゃるような誇りとかこう、あの何ていうかプライドみたいなものができてきて、なるほど、でそれもね、やっぱり今日も話しておったんやけど、確かに人間は努力するんやと、はい、努力っていうのは大事なんやけど、しかしそれだけじゃないって、今先生がおっしゃってるのは、背後にある目に見えないものが、ね、はい、大きく作用してね、おっしゃる通りです。それで自分が10の力やったらもう100の力まで持っていってくれるんですよ、はい、だからそういうものに知らんまに手を合わせていく、芸術委員会になる人もおる、うん、美術や工芸の人っていうのは恵まれています、はいはい、ところがね、私はある時ね、宇治の神社に、あの奈良国立博物館に私の知り合いがおってね、子供が生まれたんで、その親があの群馬県から出てくるので会ってくださいよって言われて会いまして、はい、でそこのお父さんっていうのはね、はい、3代続いた散髪屋の主人やったんですよ。で近頃の散髪屋は道具作りませんからねってこう言わはったんですよ。で、散髪って道具作りますんかと私初めて聞いて、で、まあ、その時磯町から別れたんですがね、私西大寺にね、あのヒロっていう行きつけの散髪屋があって、はいはい、岩沢っていう主人がおってね、そこへいつも散髪に行って、ほんで散髪に行ってね、散髪屋であの前掛けかけてもうてですな座ってて、岩沢さんのところで散髪屋って自分で道具作るのかって言うたら、ちょっと待ってくれと、これ40年散髪屋してるけどこんなこと聞いてくれた、あんた初めてやる、ちょっと構えへんか言うて、このままかけたまま20分間ずっと話してくれで、一つはね、ジムの先生の自分の仕事に誇り持った、俺は散髪屋よ。で、二つ目はね、どんだけ自分の技能を高めるかっていうのが、これ二つ目。三つ目はね、どんだけ優れた技能をお客さんに与えることができるかっていう、まあ、これ三点ですわ。私ね、散髪っていうのは日本に断髪令出てから140年間で、しかし日本人ってすごいなと。この散髪にこれだけのね、技術を投入していって、磨き上げていったって素晴らしいんですよ。その時聞いたらね、奈良からその飛鳥へ毎日解体通いますよな、桜へ通る時にね、枝ぶりのない松の木あります、道に失敗したら絶対この松の木で首吊って死んだろうと思って帰ったんですよ、だから佐野さんは命がけで解体したんだそうですね。この日本みたいな資源のない国はね、これから世界に冠たる国としていくのにはやっぱり知恵と技術とこれないとあかんと。でそれにはね、子供の頃から日本の技術やとか知恵っていうのは素晴らしいもんやっていう、日本人の誇りをね、国粋主義になれっていうのが一語で、自分の生まれた家に誇りを持つ、自分の育った郷土に誇り持つ、自分の育った学校に誇り持つ、自分の師匠に誇り持つ、自分の友達に誇り持つって、全て誇り持たんとね、これできへんやると思うんですね。この話をちょっとね、はい、先生のその技術とともに、いい話をいただいております。足元にね、はい、本当にいいものがあるのに、外ばっかり見て、外ばっかり、はい、